対読売ジャイアンツのゲームを解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、アウトロー外れます。いいところに決めましたね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクと追い込みました。引っ張った。バッターボックスには指名打者のクロマティ。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーはダルビッシュ、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。ナイスボール。はい、ストレートが決まっています。ワンボールツーストライク。インコース詰まりました。バッターは3番、ツーアウトになっています。まず何を投げてくるか。引っ張った。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。インサイド弾き返した打球はセンターへ。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。バッターは松井。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。インコース詰まりました。バッターは2番に入っている丸。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。落ちる球できました。ボール先行です。3球目打ちました。打順は3番落合。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ、初球ボールになりましたけど低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒す打ちました。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、打席には5番バッター浅村。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。赤星さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。そうですね、この回は一人一人がつなぐ意識で打席に入ってほしいですよね。なるほど。さあ、つないでいくこと。打ちました。高い打球センターへ。さあ、そして打席には柳田が入っています。いいバッターが続くところなのでなんとか決めたいですね。さあ、一打先制のチャンス。1点が重い試合展開ですからここで得点して勝利を引き寄せたいですね。なるほど、そうですね。ライトへ持っていった。ジャイアンツ金は何で来るか。いいまっすぐですよね。はい、ストレートが決まっています。すぐに追い込みました。インサイド打った。ちょっと振り遅れてましたね。なんとか当てた感じでしたね。インサイド打った。そしてバッターボックスには中村が入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたがなおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。なるほど、そうですよね。これが2球目。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。よく見極めましたね。
はい、ストレートわずかに外れてボール、左中間へ、ジャイアンツ追加、バッターボックスには代打の山川。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。まあそうですね、しっかりつないでここでさらに点差を広げておきたいですよね。そうですよね、ここは確実につないでいきたいところ。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。この球は外れています、深めギリギリです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。さあ仕留められるか、内へ曲げてきました。警察を狙ってきていることは十分承知でしょう。バッターの山川、ライト方向を流しました。さあそして打席には筒香が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。何が起こるか分かりませんから、ここもしっかりダメ押し点を取っておきたいですね。なるほど、そう。さあここでジャイアンツダイソーを送ります。丸、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。さあ2球目は何か、インコースに切れ込む変化球、ふわふわっと上がった。さあそしてバッターボックスには坂本が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。なるほど、そうですよね。際どい球わずかに外れています。打ち上げた、ここでジャイアンツ守備を変えてきました。日本ハムファイターズ最後の攻撃になります。柳田が打席に入ります。ジャイアンツリードで迎える最終回です。さあ援護点をもらってのこの回のピッチングとなります。まあそう、初球は何から入ってくるか、大きな変化球決まりました。得意のボールでストライクを取りました。2球目打ちました。バッターボックスは5番吉田、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、次が2球目、いいコースでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。引っ張った、打席には6番バッター福留、ツーアウトになっています。さあまず1球目、引っ張った、これで3アウト、試合終了になりました。今日は見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか。そうですね、今日はコントロールも素晴らしかったですし、バッテリーとしては最高の出来だったんじゃないですかね。そうですね、コントロールが素晴らしいと非常に見ていて気持ちが良かったですね。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のファイターズですが、残念ながら敗れてしまいました。